本名、辻本康史氏。京都広市学館高等学校卒業後に登竜門の7期生として入門。2000年10月21日、メキシコアレナロペスマテオスにおける大鷲トール戦でプロレスデビューを果たした。日本マット初登場は、吉野正人と共に道の区プロレスに参戦。T2P では、ミラノコレクション AT らの所属する。 イタリアンコネクションというユニットのメンバーであった。なお、イタリアイコネクション時代は、ギミック上ジャマイカ・キングストン出身、イタリア・ジェノバ出身を名乗ったこともある。当時より、受けがうまく同じプロレス団体でやはり受けの達人であるヨコスカ、横須賀トールとのシングル等で示されている。登竜門ジャパンを経て、ドラゴンゲートでは、ヒールのユニットである、ワルカン一式で下品なマイクパフォーマンスなどで人気が、 あったが2004年末に、近藤修二らと共に、リング街における、素行不良、職務怠慢で解雇される。2005年2月に近藤と共に、ブルドマーダーズに加入。以来、全日本プロレスを主戦場とする。口のうまさと嫌われ者キャラクター、気持ちいいまでの受けで、同団体のレギュラー格となった。7月からは、ドラゴンドール工業へ参加。 2006年2月23日、ドラゴンドアの後継団体のプロレスリングエルドラドに所属している。5月28日には、佐々木健介とのシングルマッチが実現。体格で大きく劣る健介に立ち向かうにあたり、これなら、カス野郎の逆水兵も耐えられるとして、剣道の防具を装着して入場。しかし、リングに上がった直後に、 頭が大きすぎてこうむるのが辛かったのか面を取ったためにダイレクトに攻撃を受ける結果となる。との健介も面をかぶっていればよかったのにと語っている。さらにこの後通路で休んでいたらンの無藤とスワマの場外乱闘に巻き込まれて無藤に踏みつけられ二次災害やと散々な目に遭う。さらにこの後には相手の攻撃からやっとのことで逃げ出したのに 仲間であるはずの VM メンバーに連れ戻されさらに、痛めつけられたり、試合会場にたまたまあった檻の中に、閉じ込められながらも、今日はこの辺で勘弁したるわ。と叫んでみせたりと、いじられ、キャラぶりに、磨きがかかり、ヒールの枠を超えた人気を集め始めた。6月のジュニアシングルリーグでは、いつものスタイルではなく、黒のショートパンツで試合をしたが、全敗。 ストロングスタイルを見せたると、大見得を切ったのは良かったのだが、それを逆手に取られてしまい、2006年7月3日の大田区体育館大会では、ブラザーストロングスタイル体幹マッチと称した、ケンスケとの再戦が行われ、ケンスケには愚か乱入した、北と明にまで叩きのめされる。なお、ストロングヤッシが初登場したのは、東流門ジャパンにおけるストロング市川戦でこの時は、 白のショートタイツで登場。試合自体は、ドン・フジの介入により、ストーカー市川が念願の勝利したかと思いきや、ブラザーはわざと試合に負けることで、市川の登竜門最弱というアイデンティティを奪ってしまったのであった。7月23日、石川県産業館で行われた全日本プロレスの試合で出場予定の健介が目の怪我で欠場したため、 プロレス現役引退を間近に控えた、長谷博氏が地元ラストマッチを行うという名目でケンスケの代わりに出場することが決まった。これを知ったヤッシュは、自分が少年時代から長谷のファンであったことを明かし、対戦相手に立候補し、武藤慶治、小島悟史、長谷ヒ氏との対戦が実現した。試合前に、ヤッシュは、長谷の顔写真入りの緑茶を飲みながら、俺は、 政治家じゃないレスラー時代のハセが好きだったんやと叫んだ。8月27日の両国国技館大会では、ハセの最後の試合の対戦相手を務めることとなった。この試合では、観戦していた森吉郎元首相を得意のマイクで罵倒し、場外乱闘一歩手前にまで持ち込むという暴挙に出た。2006年12月に小島と対戦するも敗北した。2007年4月30日、 世界ジュニア王者の中島勝彦に挑戦するも敗北。8月11日、格闘技イベント、ヒート4で、ブラザーヤッシュとして、総合格闘技に初挑戦するも、2R3 分7秒チョークスリーパーで一本負け。2008年1月4日の新日本、東京ドーム大会出場が決定したのに先立って、2007年12月24日の、新日高楽園大会に来場。 ドームでの対戦相手となる、聴衆力に対して、団体経営に失敗した出戻りと聴衆にとって、消したい過去とも言える事実に基づく挑発を行い、ファンから歓声を浴びた。その聴衆と2月とは、カスイチで対戦し、リキラリアットを食らった際に首を負傷し長期欠場に追い込まれた。10月、エルドラドから離脱。その後、エルドラドが活動休止となった。 親会社ソウルコネクション所属となる。2009年1月3日の全日本プロレス工楽園大会のジュニアヘビー級バトルロイヤルで自身3度目の優勝を果たした。しかし、試合後に2月シリーズを最後にプロレスを休業すると発言し、2月6日の工楽園大会で、かつての名優、近藤との一騎打ちを全日本に要求、実現した。 2月15日の地元京都大会、ヤッシータル対スワマー近藤戦をもって、プロレスラー活動にピリオドを打つこととなったが、試合終了後に、無党がシングルマッチを申し入れ、ボーナスマッチも実現、10カウントゴングで送り出された。2011年3月21日の全日本プロレスの両国国技館でのチャリティー大会にて、 試合には参加しなかったもののタルの呼びかけに応じて、久々に、リング上に姿を現した。2012年12月9日、ダイヤモンドリングに乱入。12月23日、コブシゴートブルーマーダーズ再始動を発表。2014年7月27日、全日本プロレースのリングに5年ぶりに一人で登場し、リング上で参戦を要求。ブラザーヤッシ個人として出場したが、 リング上で、ブーーマーダーズを投入すると宣言するも、全日本プロレスからは拒否され、それだけでなく、ヤッシ本人も出場を拒否される事態となり、出場予定だった次期シリーズの出場も、白紙となってしまった。2016年1月24日、地元京都で京都カス野郎プロレスを開催。2月4日、吉野正人に呼び込まれ11年ぶりにドラゴンゲートのリングに登場し、 ドイ刺激を挑発吉野と社長を除く初対面の選手からリング上で自己紹介をされた。また、ドイヤマト対吉野ヤッシュも同時に決定。2月17日、クロシス工業に参戦し、メインイベント終了後ブルドゥーマーダーズの脱退を発表。3月2日、ドラゴンゲート工楽園ホール大会に参戦し、吉野とのタッグでドイ 大和組を相手に対戦する、ボボックス攻撃やレフェリー暴行での反則負けとなる。3月20日、レッスルマイナス専用ブルーフィールド大会に来場。試合後の控え室にて、同団体のユニットトリガーに加入することを宣言した。3月21日、レッスルマイナス1山形大会にも来場し、近藤修二と接触を図るも、 結局、近藤には会えず、足の翔太郎には色物呼ばわりされた。後に近藤と接触し、トリガーに加入。しかし、加入を要求した時期から近藤が欠場中のため、直接の共闘はすぐにはできていない。5月11日、ドラゴンゲート後楽園、ホール大会の土井刺激、谷崎直樹 VS、吉野正人、シャチホコボーイのタッグマッチに乱入し、バーサックに加入。 7月24日、ドラゴンゲート、神戸ワールド記念ホール大会にてドイトのタッグで、ジミー・ススムジミー・カケドラの持つオープン・ザ・ツイン・ゲート、統一タッグ王座に挑戦するも、王座獲得はならなかった。2017年9月30日、ダブ・プロレスに入団。2018年3月、9時に呼び込まれ再びドラゴンゲートに参戦。4月には、新ユニットのメンバーになった。 11月、自身のツイッターにて、一般女性との結婚を報告。レスラー活動は休業という形で引退ではない。活動中は、足首や首の怪我による長期欠場が何度かあり、ヤッシ本人はキャラクター上明言しないが、ジュニアヘビー級の体格で、ヘビー級選手の攻撃を受け続けたことによる蓄積されたダメージも大きかったと思われる。 週刊プロレスで連載していたコラムカスヤロー千人切りの連載はプロレス活動の休止とともに連載休止となったが同志1 5 0 5号記念号において一回限りの復活をしている後に休業理由として実家で営む石材店を継ぐために専門的な修行を4年受けたその際に会場には乱入しても試合には出場しないと決めていたと話している 週刊プロレス2017年9月13日号 P82 ありがとうございます。